よね、髪の毛伸びたよね。今外巻きしてるから、外巻きしないともうちょい長い、こんぐらい。このまま伸びてほしい。でもこの間ちょっと美容室行って、毛先が痛みすぎてたので毛先を切りました。爪切ってありがとうございます。いやなんかね、今日カラコンしてるんだけど、このカラコン可愛いんだけど、なんかぼやけてすごい視点が合わなくなるっていうか、なんかすごいなんかベースカーブが合ってないから浮いちゃうのか分かんないけど、めっちゃ目の見え方が変になって嫌だけど可愛いんだよ。なんかあんまり分かんないけど可愛いのよ。こんばんは。いやでもイベントは、まあ、もうすぐハロウィンもあるし、このコスプレのやつにしてみました。でもまあハロウィンなのでね。こんばんは。ハロウィンだからなって思ってはい、ちょっとこれに参加してみました。じゃあなんかハロウィンまでもうちょいあるじゃんと思ったけど、でもやっぱね、ダイソーとか行ってももうハロウィングッズ売ってるじゃないですか。でもハロウィンだと思って声にしてみました。千織さんの卒業公演で、そうなのね。私さ、この後ネイルを自分で落とそうと思っててネイル落とそうと思ってて、でもコットンがなくてちょっと買いに行かなきゃ。運動もしたいのにさ、ネイルも落とさなきゃいけないし、ちょっと夜になるといろいろやんなくちゃいけなくて大変だよ。スタバの新作お札バターフラペチーノ、美味しそう、美味しそうだな。髪の毛もっと伸びてほしい。もうロングになりたい。でもエクステつけると、私ただでさえ髪の量多いから、多分エクステつけるともう結構ボンバーになっちゃうんだよね。ネイル落として自分で、いやいつもはネイル屋さんに行ってネイル落としてもらって、新しいネイルしてもらったけど、なんか今回はちょっと一旦ネイル休もうかなみたいな、ネイルちょっと休もうかなみたいな思って、で前までは自分でオフですら、オフでさえネイル屋さん行ってたんだけど、オフだけでなんか4000円ぐらいすんの、ネイルって。やんなくてだよ、ネイル。ネイルするともうピンからキリだけど、6000、7000円ぐらいからもう1万ぐらいしちゃう時もあるぐらいなんですよ。だからさ、そうなんです。そうだから、オールでね、そんなかかっちゃうもったいないなと思って、ちょっと頑張って自分で落とそうと思って、自分で落としてみようと思ったんですネイルって本当に高い。可愛いのとかやると普通に1万超えちゃうね。だからまずはこれを削って、こうやって落とすんです。だから削ってる、頑張って今。どっちの面で削るのか分かんない、この裏表。9月はもう2時間ずつぐらい、2時間2時間2時間1時間半やる予定です、配信を。はい、100均とかで売ってないの？でもね、ジェルネイルってね、簡単に落ちないの。ネイルとかは、普通のネイルはさ、除光液でさ、こうやってやれば取れるじゃん。だけどネイルってなんかもうまず表面削って、普通の除光液じゃなくてアセトンみたいなやつが入ってるやつでこうつけといて、柔らかくしてこうやってやってみたいな、なんかすごい工程が面倒くさくないとちゃんと取れなくて。そうなんです。でも100均で売ってるから道具は揃えた、その落とすやつの上は。そうだけど、いろいろね、なんか
めんどいのジェルネイルって。しかもジェルネイルやるのもさ、あのベースジェル塗って固めて、上のやつ固めてなんかやって、最後やってめっちゃ時間かかるよね。ね、しかもさすぐ伸びるのよジェルネイルって。ほんと大ね、大変そう大変だなって思っちゃう。でもネイルやっぱ可愛いとテンションは上がります。こう写真を撮った時とかにネイルしてると可愛いってなる、爪が。しかも爪長いと指が長く見えるっていういいところがあるよ。こんばんは。ダイソーでネイル乾かすライト、 LED ライトね売ってるね。私もこの間足のネイルは自分でやろうと思ってライトは買った。こんばんは。今は2位です。ネイルの女性めっちゃ可愛いの。可愛いよね。けどもう1週間すると根元伸びてきちゃうし、もうすぐ根元伸びて大変。可愛いけど。こんばんは。今はシンプルです。こんばんは。とこのカラコン早く撮りたい。私今今日一日つけてるんだけどね。今日も一日あっという間だったな。あっという間でした。はい、まあ1時間が30分やって終わります。自分で取れると思います。だけどコットンでつけとかないといけないの。コットンのさ、私さこの間使い切っちゃってさ、ないんだよね今家に。コットンティッシュじゃダメ？コットンってさ、ティッシュって、あでもコットンを探すのあるかな、ワンチャンありそうっていう場所が一つあるから後で見てみよう。デコデコのネイルよりシンプルネイルが好き。どっちも可愛いよね。マイ TikTok、 あのプロフィールなんか見に来ましたっていう方が私は表示されるようにしてるんだけど、そのプロフィール見てくださってる方は一瞬見ちゃうだから多分それであれなのかもしれない。ちょっと TikTok 新しいのあげました今日あの見てみてください。新しいのあげたのでぜひ。今日一回ちょっと2時間やりたいんですけど、30分でラジオ配信あの長くやりますね。あとちょっとしたら終わります。数分したら。1位はメイドなのでちょっと難易度は高いかなどう思いますか。こんばんは。でもセーラー服は別に持ってるんですよ私実は。あのセナタンと一緒にやったじゃないですか。だからセーラー服はいらないです、はい、なので2位か1位ですかね。狙うわ狙うわですが、15分経過しました。あと15分したら一旦終わって、今日ラジオ配信ちょっと長くやります。ちょっとすみませぬ。そうですね、1位か2位狙いでいきます。メイドキッサに見えちゃったら絶対に気が出るだろうなって。出ないよそんな、そんなね出ないですよ。髪の毛伸びたでしょそればっかり言っちゃう。髪の毛は私さここまで切ったんだよ髪の毛。やばいよね、こ
ここまで切ってたのにさ、こんな伸びた、すごくない？メイド喫茶、なんか冬こんばんは、こんばんは、ラジオ配信長くやります。なんか固まってる？そんなことない。コメントがいつもさあ固まっちゃう。最近考えてみたらめっちゃ伸びた。そう伸びたでしょ。ここまで来てたのにもうこんな伸びたからね。だからあと半年後には多分もうめっちゃ伸びてると思う。そうなんです、髪早く伸びてほしい。今日はノイミーさんのあのなんかってやつをやった。こんばんは。私ね今日ねポテロングっていうお菓子買っちゃったの。まだ食べてないのだけど、まだ食べてないんだけど、頑張って迷ってる。ソロカーブさん欲しい、ありがとうございます。なんだろう、なんか画面が固まっちゃうんだよね。なんでだろうな。ソロカーブさん金魚もありがとうございます。私ちっちゃい頃金魚ってねすごい言いにくかった。あと餃子、あと定規が全然言えないっていうか、なんかパッと定規って言おうとするとなんか行儀みたいな、定規みたいななんか女と行がね毎つあって、なんかすごいさ餃子定規って言いにくかったけど、なんか言えるようになりましたね。金魚も金魚みたい金魚と金魚が混ざってすごい言いにくかったけど、まあ金魚。私昔ね木が言えなかったの。木滑舌悪くて今よりももっと木が全部チって聞こえてたみたいくて、なんか木って言ってんのにチみたいな、すごい聞かれてたの。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。ポテロングも、ポテロングだっけ、あれね結構好き。でもあれねごま油味があるの、あれがめっちゃ好き。こんばんは。あと金魚金魚似てるでしょ。あと餃子定規もね似てるんですよ。あとは私は普通に本当に保育園とか幼稚園時代の4歳6歳5歳、わかんないけどそのぐらいの時に T が言えなかったらしくて、 P シャツとかレモンピーって言ってたって思い出話を聞きましたそう、そんな思い出話。レモンピー、 P シャツ、ちっちゃい頃ね可愛いですね、可愛いね。このか、かきくけこ、さしすせそ、さしすせそが苦手です。なんか空気が抜けるさしすせそ、まあ気をつければ。だから昔の方が滑舌悪かった。私そう昔の方がね滑舌悪かったけど、まあ徐々に。で今でもね滑舌悪い。なんか舌が食べても足りないんじゃなくて、逆になんか別になんか長い気がわかんないんですけど、だから滑舌が悪いのかな。でもすごい嫌なんだよね滑舌が悪いの。こんばんは、こんばんは。滑舌がね悪いのはとても嫌です。はい、滑舌良くなりたい。その滑舌っていうのがもう滑舌悪くない本当に嫌になっちゃうわ。こんばんは。もうめっちゃよく聞き返されるもん、本当に。あーごめんね滑舌悪くて。さしすせそは年を取って舌が回らなくなってきたらって、
さしすせそねえ、歌とかの時は平気だったのか、何が滑舌大丈夫でした、大丈夫じゃないよ、こんばんは、わかるわ、だってね、滑舌って言いにくいね、私も滑舌滑舌良くなりたいなあ。なんか赤くなってない画面、なになになに、え、赤く、え、赤くなってない、なになに、あ、金、はあ、びっくりした、え、わかんない、皆さんのさ画面には見えてないかもしれないけどさ、私の画面さ、ここが赤くなってて、ここ自分の ここがえっと思って、これ画面こすっても何もなんないし、多分私のだけでも画面固まってるからかな、金魚が多分ここで止まってる、赤くなってる、なんか画面が、え、皆さんのとこ普通か、私の画面だけだったと思うけど、ちょっとスクショしとこう。金魚が止まってる、浮いてる、金魚がさっきまでいなかったのに、なんか急に出てきてびっくりした。で、皆さんの方は普通なのでよかったです。今日はちょっとあと10分ぐらいしたら顔出し配信は終わります。こんばんは、また夜ちょっと長くあのラジオ配信やります。私ね、髪の毛のヘアセラムを新しく買いました。ゴミがそのままちょっと置いちゃってた。ヘア美容液新しく買いました。これなんかいいらしくて、わかんない、これかな。これじゃないかな、なんかいいらしくて買ってみました。髪の毛サラサラになりたいなと思って、私は宿毛からもいろいろしてるから、もう髪が傷んでて。テクテクさん、金魚ありがとうございます。もうこれね、使ってるので、本体は洗面台の鏡の中にあるんだけど、ゴミ後で捨てようと思って捨ててなかった。てかさ、このね、私ね、モバイルバッテリー買ったの、この前のアマゾンで一回使ってからさ、その後充電してもさ、充電してもしてもしてもさ、充電がたまらなくてさ、壊れたんですけど、どうしたらいいですか、悲しくて悲しいんだけど。これで充電始まったってなるのに、持ってってよし使おうと思ったら一つでも溜まってなくて、私なんかしたかな、落としたりとかしてない気がするんだけど、悲しい。これね、なんかね、コンパクトでここでもすぐ携帯にさせるから良いんですよ、良いんだけども、ちょっとダメです、壊れました。なんかでもね、不良品というか1回は使えたんですよ、だからどうなんだろう、不良品と言っていいのか、私がなんかあダメだったのかどうなんだろう。でも1回は使えたから多分私がダメだったんだろうな。シャンプーコンディショナー試供品もらいました。これは美容液なんだけど、シャンプーとコンディショナーのやつ。チップアンデールのハヤトさん、これは何、玉屋ありがとうございます。あとさ、リポソームって有名じゃん、それの
美容液は買ったことあるんだけどクリーム使ったことないですって言ったら、言ってないわ、あの使ったことありますかって聞かれたからないですって言ったら試供品をつけてくれた。これめっちゃ有名、この美容液めっちゃいいって。あとこれはもうお知らせ、お知らせは見て捨てちゃおうかな。コスメデフォルテ10秒放置した後、シャンプーとトリートメントの間にやる美容液、導入美容液らしいです。ほらこれは美容賢者が選ぶ2022年間ベストコスメ1位、ヘアケア2022年下半期ヘアケア部門1位、ヘアケア部門1位、3冠取ってます。3冠取ってるってのを買ってみました。でもなんかまあパサパサではなくなった気がする。パサパサではなくなった気はするけどさ、三冠王なのかすごい、すごいでしょ。だけどこのリポソームは美容液は4冠ぐらい。これはもうめっちゃ有名、めっちゃ有名です。110ビューティーアワーズだって。110、これはでも本当に有名、前使ったことあるけどね、今違うやつ使ってるから使ってないけど、これは可愛いんだけど、この私でも髪全然ガサガサなんですよ、本当に髪ガサガサすぎてやばいよってぐらいガサガサなんです。でもさ、なんかさ、生まれつきサラサラな人とはやっぱ髪質の、やっぱ髪の細さとかさ、髪のツヤ感とかがやっぱどうしてももう全く違うよね。本当に生まれつき綺麗な人ってカラーとかブリーチしてもやっぱもう髪が細くてさ、まっすぐでツヤがあると方が多いじゃん。いいですね、いいなーと思って。あと10分ぐらいしたら一旦終わります。また夜ラジオ配信やります。遊びに来てありがとうございます。ちなみにまだ私のここに金魚があります。はい、はあ、すごい今1位だって、私嬉しい。椿の品物から一生来ないと思う。もう 99.9999 ってかもう100ですね、 100% 100ですよ、もう100% 来ない。怠け者さん星ありがとうございます。でもまあこのイベントまだ始まったばかりなのでね、油断はできないです。でもそんなに多くないのかな、そのエアポッツをケースつけてないからどんどん汚れてきちゃって、ケースつけたい。ケースをつけたいんだけどさ、前ねネットでねいっぱいケース買ったら、なんか AirPods Pro のちゃんとちゃんとね買ったら、なんかケースがちっちゃくてハマっちゃって、もうめっちゃ取るの苦労して、そっから今ケースなんもない。みんなが配信してくると流れが分かってくるかね。そうですね、明日の夜とかになったらまた、あら道が上がってるってなるかもしれない。このイベントで配信してるのクララだけどね、今ですか。そ
でもあれですよ、今は多分私だけかもしれないけど、私が始めた時は4位で、1位まで何ポイントとか出てたから、あの私が配信やる前には多分配信してる方は3人ぐらいいたと思う。それでも3人ぐらいだけど、もう今何人が参加してるんだろう、このイベントは。スタートダッシュ、スタートダッシュね。私でもいつもどんどんダメになっちゃうから。でもちょっと9月はあとちょっと、あ、8月か、まだ10月は長めに、予定では2時間半9月配信していきたいと思うので。あ、でも12人もいるんだ、多いね。6人が12人ってことはまだ5人しか配信してないわけだから、その12人の中で強い方がいたら多分明日には6位になっちゃってる。こんばんは、こんばんは。そう、2時間半やる予定、8月の予定はね。あ、違うかな、わかんないです。でもまあ多分そんな感じで毎日やる予定です。今日は月曜日だね。もう夏も終わるね、本当に。でもさ、今日めっちゃ暑くなかった？しかもまた来週とかもめっちゃ暑いらしい。36度とかの日もなんかあるみたいな、よくわかんないけど30何度にまたなっちゃうらしいんですけども、もういいよってもういいよってなった。嘘でしょって、まだ暑いの？やだな、今日暑かった、本当に暑かったです。普通に暑っと思って、でも本当に最近日焼け止め塗るのめんどくて、今日はあの日焼けのやつかぶって、日焼けです、日焼け止めなんなかった。天気予報だと9月いっぱい暑いみたい。そうなの、私9月になると涼しくなると思ってたのに、なんというこっちゃ。明日はもっと暑いかも。本当にやめて本当にやめて。朝から暑いとテンション上がるわ。そう、玄関出て出た瞬間のこのもう、うわ暑っってなるね。やめてってなる。でもちなみに今って私7時40分ぐらいから始めたんですけど、今の時刻を教えてくださる方いますか？いますか？いたら、夜はラジオ配信長くやりたいので11時ぐらいからやりたいかな。8時17分おお、じゃあ37分やってる。そしたらそろそろ一旦終わります。あ、でももうちょっとやろうかな、どうしようかな、迷って。 AirPods いじりすぎて AirPods が今接続になっちゃった、すみません。17分、ありがとうございます。47ってことだから、47ってことじゃない、40分から始めたんだっけ私、だから20 17 37、8時半になったら終わろうかな。8時半になったら終わるので、ぜひ見てください。そしたら夜1時間ちょっとだけラジオ配信して寝ようかな。明日私は6時50分に起きようと思ってる。なんかさ、毎日さ、なんかもうよし今日これ食べて、これ食べて
明日からヘルシーにしようって最近毎日思っちゃってるんだけど、今日もなんかもうこの後ポテロング今日食べて明日からダイエットしようとか思っちゃってるし、もうどうしよう本当に。可愛い、ありがとうございます。皆さんぜひありがとうございます。どうしたらいいですかこの私。明日は夜中の1時起きだわ。もう今日じゃない、今日ではないけどもうすぐで。ポテロングノンフライ、おお、ノンフライですか。じゃあヘルシーヘルシーですか。私最近ですね、あのお菓子の5連パックってあるじゃん。あれだとさ、もう1日1袋にしようっていう決めればさ、ちゃんと、まあ、それ守れなきゃ意味ないんだけどさ、やっぱ普通に1袋買えるかは制限はしやすいじゃん。まあ過去全然普通にいっぱい食べちゃったりとかはしてたけど、最近私食べっ子水族館が好きなんですよ。それの4連か5連かのやつ見つけて買って、あと札幌ポテトとエビせん、カッパエビせん買ったんだけど、あの普通のやつじゃなくて、その1歳から食べれるカッパエビせんと、あの札幌ポテトっていうの買って、それノンフライなのよ。多分ノンフライだし、バカちゃんも食べれるぐらい、なんかしょっぱさも少ないしヘルシーなわけよ。だからそれを買って最近おやつ食べて、もう太んないからでも普通に美味しいですよ。岐阜県、いいね岐阜。岐阜は五平餅有名ですか。明日の半分青いだっけの朝ドラ、永野芽郁さんが出てた朝ドラのやつが岐阜県とかだった気がする。それで五平餅食べてた気がする。岐阜じゃないかな。ビスコはあんまり好きではない、なんか嫌いじゃないし、たまに食べると美味しいってなるけど、そんな自分で買うほど好きじゃないんだよねビスコは。だから買わない。なんか基本なんかもう、なんか赤ちゃんが食べれるやつはなんか体にも良さそうだしヘルシーそうだしお菓子でね、なんかさすがにさ、お菓子しか食べないけど普通に美味しいです。味薄いけど美味しいし、太んないし良いです。まあ食べっ子水族館は普通のやつですね。なんか私食べっ子動物ってあんまり自分で買うほどまでではないんですけど、その食べっ子水族館は自分で買うほど好きです。あと何買ったっけな。あとはあ、でもピュレグミとマロシのコンボのコラボのやつ、まだまた売ってるの見ちゃって買っちゃいました。で今日食べ終わっちゃった。最近はおやつをそれを2つ2袋1つ水族館1袋とかパビスに1袋みたいな感じのやつを食べたりしてる。おやつね、お菓子は美味しいね。なんでこんなお菓子って美味しいんだろうね。でもさ、代謝が上がればさ、食べても太んないよね。だからいっぱい食べても太んない方とかいるじゃないですか。だから、ね、でもそういう方ってやっぱ代謝がいいんですかね。なんか代謝がいいから太んないのかもね。羨ましいな。
すごい、今1位ですイエーイ。でもまだね5人ぐらいしか配信してないらしいので油断は禁物。こんばんは、こんばんは。私は今年はもう冬の話しちゃうんだけど、冬になったらあのおでんの居酒屋、おでん屋さん、おでん屋さんに行きたい。なんか前ねおでん屋さん見た時にめっちゃ混んでたの、めちゃめちゃ混んでると思って、でもわおでんいつか行きたいとか思ってたらもう夏になっちゃって、気づいたらさすがに、さすがにではない、全然夏のおでんも美味しいと思うんだけど、やっぱ寒い時に食べたいなと思って。こんばんは、こんばんは。今年の冬は絶対おでん屋さんに行きたいです。あとは草津温泉に行きたい。熱燗でおでんはいい。熱燗私飲んだことないんだよね。私でも 焼酎とか日本酒系はねあんまり好き、まだね苦手またあんまり美味しいってならないけど、最近なんか別に今までお酒飲みたいでそんななんかそんななんかさなんなかったけど、最近なんかなんかすごい飲みたくなる気になってきた。なんか今よりは全然飲むけど別にそこまで自分から自発的には別に別にって感じだったけど、最近はうわなんか美味しい食べ物と一緒にお酒飲みたいみたいな気持ちになりました。おでんのネタ何が好きなの？餅巾着とちくわぶと大根とこんにゃくかな。卵はね別になくていいぐらい。あと白滝とかも好きです。一番餅巾着とか好きかな。ちくわぶも好き。こんばんは。草津良いとこ一度はおいでよ。行きたい。冬の草津とあと箱根も行きたいですね。で冬は温泉街に行きたいですね。最高、こう最高とか言って私行ったことないけどおでん屋さんの出汁は最高。うわ最高だよね絶対。いいな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 。その冬にさ食べるってのがもう身に染みるみたいな。おでんは家で食べるかそのコンビニのおでんとかしか食べてないし、コンビニのおでんももうなんかコロナ禍になってぐらい以降食べてないかも。あんまりおでん高校生の時の自主練してた時の夜ご飯とかでおでん買ってた。おでんってヘルシーなんですよ。まあ選ぶものにもよると思うけど、でもお腹にもたまるし美味しいし、なんかよくおでん食べてたな。なんかセブンでおでん買った時に味噌がもらえるのね。それの味噌にこんにゃくと大根をつけて食べるのが好きで、こんにゃくと大根は絶対買ってて、あとはたまにちくわぶとたまにもち巾着買ってたかな。あとはんぺん好きだ私。はんぺん好きです。箱根の温泉いいね。いいよね。黒卵食べたいな。草津の出来たてまんじゅう美味しい。わー絶対美味しい。わー食べたい。わ食べたいいいなー。でももち巾着めっちゃ美味しい。おでん祭りなんてあるの？すごっ。おでんは卵が好きです。おでん卵好きな方多いよね。結構味が染み出たりとか。私はあんまりなんか固まった黄身が好きじゃないからなのかわかんないけど、あんまり普通好きじゃなくないけど、その自分でそんな選ばないぐらい。でも多いよね卵好きな方。全然揚げれるぐらいにぐらいかな。もち巾着ちょうだいと言われたらえーってなるけどさあ自分も冬場の夜勤の時小腹すくとおでん食べる。おでんは出汁あったかいから体温
確かに。いや寒い時にあったかいの食べるといいよね。今日ねセブンのスムージー飲んだの初めて。あの自分でさガーって後でやる凍ってるスムージーあるじゃないですか。あれのグリーンスムージー飲んだんだけど、あのもう暑い中もう腸のと乾いてて、でそのスムージー買ったんだけど、わー冷たいのいいわって思って飲んでて、だけどなんかグリーンスムージー飲んだけどやっぱりあの喉渇きは潤せなくて、その後は同じく水を買いました美味しかった。グリーンスムージー美味しかったよ。さっぱりしてた、冷たくて美味しかった。はんぺんとちくわが好き。あ美味しいね。卵はうずらの方が好き。あうずらの卵私も好き。うずらの卵好き、美味しかったです。私は普通のグリーンスムージーをまず飲んだんだけど美味しかったです。あとはなんかいろんな種類4種類ぐらいあったから全部気になります。やっぱ暑い時には冷たいものだなって思いましたね。ほんまにほんまにほんまに冷たいもんだなって思いましたよ。体に良さそうだよね、なんかスムージー、あのスムージー。初見です、ありがとうございます、ありがとうございます。みずほさんレインボースターありがとうございます。つばさおしいさんレインボースターありがとうございます。ねこまんまさんレインボースターありがとうございます。今更になっちゃったけど、ありがとうございます。マンゴースムージー飲んだ。あーマンゴーも気になってた。美味しいんだ。次マンゴー飲もうえてかさ、そうだよねスタバ芋だよね。でもいや美味しそう美味しそう美味しそう、飲みたい。一回は飲む一回は飲む。アイドルさんですか？アイドルじゃないです、ただのただの、はい、一般人です。で、あの何一回は飲むんだけど、でも私なんか甘いさつまいもより甘くない普通のさつまいもとかの方が好きなんだよね。普通にあの干し大学芋とかは好きなんだけど、大学芋とかそうなんです、普通の芋が好きなんです。だからでも一回は飲みたい。お札スナックもそう、お札甘くないお札スナックは好き、はいです。お札スナックは好きです。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、甘くないさつまいもが好きなんだよ。翼おしいさん、金魚ありがとうございます。甘すぎない方が好きなんで、そうそうなんです、そうなんですよ。ご飯系のさつまいものアレンジの方が好き。スイーツ系のさつまいものアレンジじゃなくてご飯系にアレンジするさつまいもが好きです。こんばんは、こんばんは。でもまあさつまいも度とか気になりますね。気になるから、まあ、1回は食べるけどそんないっぱいは食べないと思う。チーズビットはね分かんないです、ちょっと想像はできない、何が知らない。デマカセプリンスさん、ココナッツジュースありがとうございます。でもねなんかあれは好きなの、パンプキンアイス、パンプキンアイスは好きです、甘くても。こんばんは、さつまいもに塩もいける。そうそう、さつまいもに塩、そっち系の方が好きです。あの蜂蜜塩ってあるっけ
わかんない、蜂蜜塩とかも好き。さつまいもバターとか、さつまいもにメープルシロップとかも好き。甘い系だけど違う、なんか甘い大学芋とかの甘いのは好きなんですけど、なんかわかります、あのなんかそのスイーツにしてるやつはまあ好きだけど、そっち系じゃない方が好き。こんばんは、こんばんは。でもあれは好きです、あのね、代官山にあったソフトクリームの上に芋の天ぷらが乗ってんの。その天ぷら屋さんらしいんだけど、もう本当に美味しくて衝撃的だったの。本当に本当に1回しか行けてないんだけど、もうそれはもう絶対また行きたいと思うぐらい美味しかったです。スイートポテトは好きです。スイートポテトね、数年前に家で作って美味しくできた思い出でもただ混ぜて焼くだけだからなんだけどあんまりまずくなりようがないんだけど美味しかった。蜂蜜バター塩シナモン、あーそうそうそう、めっちゃ美味しい。箱根湯本の駅に大学の専門、美味しそう。浅草とかにもねあってね、食べた、美味しかった。そう本当に美味しいの、もうねやばかった、本当に美味しい。なんか芋も美味しいし、そのなんかそのアイスにも合うし、でもそのもう天ぷら自体が美味しいし、もう最高でした。本当にもう最高としか言いようがないかった。あとはなんだろうな、芋、いやでもその私がよく食べるサラダ屋さんのところにさつまいもとレンコンとウインナーみたいなやつのなんか根菜のマスタードかな、わかんないんだけどやつがあるんだけども、あれのさつまいもが美味しすぎてやばいですこの前スーパーに行った時、スイートポテトがと雪芋が出てもう秋なのかなって思ってた。いやもう秋になってほしい。なんか暑さだけ夏だよね。かぼちゃのさつまいも天ぷら好きです。私も好き。天ぷらはあとはし、キノコ系も好きだし、でもやっぱ一番はさつまいもとかぼちゃ。私も天ぷらとアイスは斬新だね。めっちゃ合いました、もうめっちゃ美味しかった。私前浅草で食べたさ、なんか揚げまんじゅうってだっけな、浅草ってあるじゃん、それのもんじゃがあったの、揚げまんじゅうのもんじゃ味。でもそれがなんか美味しかった。今日欲しいも買ったのでこれから小腹を満たします。いいですね、ギーもトーストするとめっちゃ好き。私アイス天ぷら食べたことない。でもなんかありますよね、気になります。絶対美味しい。なんかさ、甘いのと甘くないのって合うよね。天ぷらとアイスめっちゃ気になる。もうね食べてみてほしい、めっちゃ美味しいの本当に。代官山ってでも何がありますか、他に有名なの。あんまり代官山とか行ったことないからわかんないんだけど、その時も代官山にそれ目当てで行って、その後なんか何があるんだろうって感じで、あんまり代官山で巡んなかったんだよね多分。なんか代官山でおすすめがあったらぜひ教えてください。したらそうなの、なんかあんまり代官山そのアイスの天ぷら以外私知らなくて、アイスの天ぷらで、ね、その天ぷらのアイスしか知らなくてなかなか行かないんだけど、代官山のおすすめがあったら教えてください。なんかもうちょっと目的が代官山にあったらもうすぐ行くと思うんだよね。今私の中で代官山のイメージがその芋しかなくて、代官山おしゃれな街のイメージね、わかる、私もそんなイメージ。北海道いいな、北海道、うわジンギスカン食べたいし、牧場のミルクアイスとか食べたい、濃厚なミルクアイスみたいな食べたい。
いいな。私ずっと沖縄行きたいって言ってるじゃないですか。その9月の4日ぐらいから、沖縄に、沖縄でやる番組のゲストみたいな感じのではのイベントで、沖縄に行ける沖縄に行けるイベントがありました。そのイベントのチケット代とかがもうあるよみたいな感じのイベントがありました。多分そう、沖縄と思ってちょっと惹かれた。でもまあ1位の方のみだからちょっと難易度は高いけど、ありましたねイベントが。沖縄って沖縄って、こんばんは、こんばんは。北海道沖縄ずっと行きたいです。そうなんです、本当に行きたいんです。タイムリーですよね。だからちょっと迷おうと思ってでも1位のみなのでね、難しいと思うけど、気になるなって思いましたね。ショールームってなんかちょっとさ白くなると思うんだけどさ、なんか私最近やっぱ日に焼けた。私本当にさ日吸収しやすいのよ。別になんかそんな炎天下の中3時間外にいましたとか焼けちゃうの分かるけど、そんななんか3時間外にいましたとかないんだけど、なんかさなんか電車でさなんか片側にさ来るじゃん、あれが何日がなんかこう電車があったらさ、こっち側めっちゃ日が差し込んでるけどこっち側は全然日差し込んでこないとかじゃん。私なんかあれさ、でもなんか多分頭いい人はさ、今は午前だから何西か東かどっちかから太陽昇ってるから多分こっちに座ればとか考えられるんだと思うけどさ、私分かんなくてさ、もう賭けなの、うわーどっちだろう日が当たるのって思って賭けて座るんだけどさ、なんか外れると悲しい。ブラインドは下ろす、焼けたくないから下ろします。それでもやっぱ日は来るじゃん、うわー焼けてるなーって思いながら乗る。だからあんま日が来ない方に座れたらうわラッキーってなる。ではそろそろランキング読みます。こんばんは、こんばんは。また夜ラジオ配信はするのでぜひ見てください。13位モッチーさん、12位マチャルさん、11位あやかかさん、10位シーラバンションさん、9位マニさん、8位アマノさん、7位ティエルトロさん、6位コシヒカリさん、5位サマヨイビトさん、4位チッパンデールのハイトさん、3位ミズホさん、2位ヨシツバサ、2位ツバサオシーさん、1位ヨシオンさん、ありがとうございます。アクイユ、あー聞いたことある、アクイユ食べたい。航空券取るとき、それあー確かに考えたことなかった。航空券のとき確かにそれ重要だよね。航空券のときいつも迷います。私前の方取るか真ん中取るか後ろの方取るか、どこがいいんだろうって悩んじゃう。いつも皆さんありがとうございました。また夜ラジオ配信やります。